どんどん。はい。あ、どうもどうも。財布落とされましたよね。交番から連絡いただきました。拾ったものです。僕交番に取りに行くっていう話だった。ぜひ僕直接届けさせてもらいたいということで。はい。マジっすか、ごっつなんですよ。持ってきました。めっちゃ嬉しい。この大事なお財布だったということで。そうなんですよ。いや、僕正直ね、はい、もう中身よりももうこの財布自体がとっても大事な財布で。あ、だろうなと思いました。僕拾った瞬間にこれは大事にされてきた財布だってすぐ分かったんでね。あ、でも、はい、ある。直接ぜひ届けさせてもらいたい。いや、嬉しいですけど、はい、ポケット入れて。あ、そうですよ。いや、なんか、いやいや、すいません。何ですか？いやいや、全然。はい、いや、全然いいです。いや、嬉しい。帰ってきたんですよね。はい、全然。僕もこの、人の善意というかね、はい、まあ、自分で言うのもなんですけど、僕みたいな人間が世の中に溢れたら素敵な世の中になるなと思います。これ、はい、なんか最初から落書きみたいなのされてました？あ、落書きじゃないですよ。これなんて書いてるの？これ僕のサインです。はい、サイン、はい、僕ら自分のことをこんなになんか言うのもあれですけど、僕みたいなこの心優しい人間が、いっぱいいれば平和な世の中になるんだって自分で思いますよね。サインってのはどういうことですか？あの舞台俳優です。あ、はい、そうなんですか。舞台俳優の倉田昇です。あ、倉田昇って書いて、はい、一応サインさせておいてもらいました。あのルーだけグーってやってるんですね。はいはい、本当にね、この、いや、これ財布ってなかなか、僕中学受験の時に、はい、おばあちゃんに買ってもらって、はい、合格した。ああ、そうですか。で、よかったよかった。10年使ってて、そうやったよかったですよ。落とした時マジで泣きそうになったんですよ。そういう意味を込めて見つかってよかったです、はい、サインは何なんですか？こんなん絶対したらダメですよ。いや、全然いいですよ。俺はいいです。違う、マジで。仮にめっちゃ有名でもこれアウト。ほんまに全然いいですよ。いや、マジで仮にめちゃくちゃ有名でも、これはサインして返してあげなと思ったんですよ、僕は。舞台俳優、はい、倉田昇です。いや、はい、何の舞台出てるんですか？何がですか？あ、今度一人芝居やるんでよかったら見に来てください。どこでやるんですか？あのミニマム劇場というところで。絶対ちっちゃいですよ。ミニマム劇場、ミニマム劇場というところで。キャパ40とか50でしょ？キャパ4人です、はい。それってどう、客席が4です。22なんですか？それは4 4ですよ。縦4、そんなわけない。何がですか？いや、もう最悪やん。自分がどんだけすごい思てんの、自分の価値。やっぱりこの無関心っていうのが一番良くないと思うので、はい、我関せずは罪深きって、僕のこの座右の銘なんですよ。我関せずは罪深き。意味わからんし、中にも記させていただきました。なんでこんなん勝手に書いたん？だから自分ごとのようにみんなを捉えてねと思うんです。おばあちゃんの僕のそういうテーマで一人芝居もやってるんで、よかったら見に来てください、ね。行くか、こんな。全然いいですよ。全然いいです。チケット代なんぼっすか？チケット代は6600円です。高いね、無駄に。それぐらいもらわないとやっていけない。はい、ありがとう。全然いいよ。はい、いやね、いてや。じゃあね。気象すぎな。どうも、ありがとうございました。